殻付きのホタテといえば、もちろん、焼きグルメでバター焼きですね。今から焼きますよ。はい。このように網の上にもう殻ごと乗せてください。殻が破れないからパチパチと言って、殻が割れないから、この上で美味しいバター焼きができるんですよ。焼きグルメの上にマルチ網を乗せて、今日はホタテのバター焼きです。それではバターを乗せます。はい。出来上がってますね。おちちょい。いい色に焼けてますね。ほらほら、グツ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 。今日は焼きグルメの上にマルチ網を乗せてホタテのバター焼きをやってみました。こういうこともできるのが焼きグルメです。いいでしょう。ああ、楽しみ。美味しいです。